今回はモノクロの仕上げについてのコメントをいたします。ライトルームを使って効率的にモノクロの仕上げをする方法です。まずこのようなカラー写真があります。このような写真をモノクロにする場合なんですが、まずはコントラストを十分に上げる必要があります。例えばこちらのカメラはキャノンなんですが、まずこちらのですね、右側のこちらを見てください。こちらのプロファイルをカメラランドスケープ、キャノンの場合にはこのカメラランドスケープが一番コントラストが強いモードです。こちらのプロファイルにいたします。このようにしただけでだいぶコントラストがついて見えると思います。そして、モノクロにするわけですが、その前にですね、こちらの水平線を見てください。水平線がですね、少し歪んでいます。広角レンズを使ってます。 24mm を使ってますので、水平線が少し歪みが出ています。これはですね、この上にありますレンズの補正のプロファイル、このプロファイル補正を使うことによってほぼ問題なく解決できるということになります。このようにしてまず水平線をまっすぐに仕上げていくということが重要です。このプロファイルを使ってですね、十分に歪みが取れないという場合には、こちらのレンズ補正の手動を使います。手動を使ってですね、歪みのところを例えばこちら側にすると樽型、こちらにすると糸巻き型という形になりますので、ここからバランスをとって最もまっすぐになるラインを見つけていくというようなやり方をします。今回の場合はプロファイルのままでいいと思います。ここからコントラストをつける際に重要になるところは、まずこの写真のイメージですよね。この写真のイメージがコントラストが必要な写真のイメージですね。このような場合にはレッドコントラスト、こちらにあります白黒のフィルタープリセットのレッドコントラストフィルターというのを選びます。この段階でだいぶコントラストが強くなります。この段階でよしということもあるんですが、ここからですね、この傾きを修正していきます。傾きを修正をします。このような形ですね。このような形にします。実はこの作品はですね、 35mm で撮ってますけども、アスペクト比が2対3ということになってますが、これは少し細長い方がより迫力が出るので16対9を選びます。こんな感じですね。このぐらいの感じでですね、このしぶきの部分を生かして撮りたいと思いますね。このような感じでいいです。そしてこちらのですね、円形フィルターを使います。円形フィルターを使ってこのように円でですね、この波のしぶきに対してですね、使っていきます。角度を変えるときにはこちらの、この曲線のですね、矢印が出るところ、こうすると角度が変わります。この角度に合わせて調整をするわけですね。そして上下させるとハイライトの部分がどこからどこまで来ているかとか見えると思います。もう少しこれは上まで上げた方がいいでしょう。このぐらいの感じですね。このぐらいの感じに仕上げます。そして完了をしますとこのような形になります。濃度の調整をもう一度ちょっとやってみますね。こちらを再度選びますね。円形フィルターを再度選びますと、ここにこのようなマークが見えます。こちらが、ポイントですね。こちらのマークがついてますけど、これをですね、クリックしますと黒丸に変わります。もう一度やってみましょう。こちらが、このようなグレーの丸がクリックすることによって黒丸に変わります。そうしますとこのような円が見えてきますね。そして露光量を調整します、このぐらいな感じがいいですかね。このぐらいの感じに仕上げます。そして仕上げた後もう少し調整をしてみましょう。このしぶきのところが一番明るいといいので、このような感じにしましょうか。
こうして完了しますとこの感じになります。上からですね、空の質感が少し太陽が映ってますので、空が少し明るくなってますので、今度は段階フィルターを上から持ってきます。段階フィルターの時にですね、例えばこうやって曲がってしまうということがありますけども、この3本の線があります。この真ん中の線がですね、角度を調整するための線です。こうですね、これをですね、こういうふうに合わせていくといいですね。そして、位置はもう少しこのぐらいまでいきましょうか。このぐらいまで濃くしましょう。そして、露光量を調整します。このような形で調整ができるわけですね。このぐらいの感じでいいですかね。こんな感じで仕上げます。ここのところに見えますかね、ゴミがあります。センサーのゴミがどうしても出てしまうことがありますので、その場合はスポット修正を使って調整をします。この位置がちょっと悪いという場合には、後で調整もできます。このように動かしながらですね、ちょうどいいというところ、一番こう馴染みのいいところをですね、選んでいただいて完了すれば、これで OK ということになりますね。これでいいでしょう。こんな形で仕上げていきます。そして、この部分、しぶきのこの部分ですね、ちょっと見ていただきましょうか。この感じになってますけども、ここをもうちょっと強調するためにはですね、明瞭度を使います。こちらの明瞭度を使ってやると、このような感じになりますね。通常カラーの場合には40ぐらいなんですが、モノクロの場合はもっと強めに入れても大丈夫です。これは49、50近く入れてますけども、プラスの49まで入れています。このような形に仕上げます。そしてこの部分、まだ少し暗い部分がありますけど、ここは補正ブラシを使ってですね、ちょっと今暗くなりましたけど、これを少し明るい方向に向けてやります。このようにですね、仕上げていくという感じですかね。こんな感じにします。そして今度岩はですね、少し暗くした方がいいので、ここは少しもうちょっと暗くしちゃいましょうか。こんな感じで、このぐらいの感じですかね。このぐらいの感じで仕上げるということになります。このような形でモノクロを仕上げるとですね、ちょっと見ていただきましょう。こんな感じになります。こんな感じになります。いかがでしょうか。ぐっと迫力が出てですね、実際のイメージ通り見た時の印象のしぶきの力強さがより強調される仕上げになったと思います。まあ、この後ですね、プリントしてみてですね、さらに調整が必要になるかもしれませんけども、このようなプロセスを経てやっていただければ、カラー写真をモノクロにするときにですね、非常に効果的に表現できるということが言えると思います。